にちは。今日ね、早速なんですけど、イカ釣りました。これまだバリバリ生きてます。今日カメラマン担当は姉ちゃんです。はい、姉ちゃんです。お願いします。で、こう早速ね、締めていきます。これね、締めるとき何も道具がないときは手で締めます。これね、今イカ裏向けてます。こっから指通して、もう一瞬なんでね、見ててください。一瞬ですよ。いきます。せーの。はい、締まりましたね。これちょっとね、コツがあるんですけど、まあね、これも指の感覚なんで教えられないんですけど、まあ漁師はね、こういう風に締めたりすることが多いのかな。まあこんな感じ。オスですね。オスのイカ、こう縦こう横の線ね、こう横の線が入っとるのがオス。これメスはこう点々点、へえ、ね、エメラルドグリーンで、まあ 1.5 キロぐらいでしょうね。まあこんな短い動画ですけどね、イカ釣って締めちゃいましたっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。飲みましょう。はい、はい、家に帰ってきましたので、ちょっと軽くね、さばいていきたいと思います。これ表面ですね。こっち側からさばいていきます。包丁を上に向けて、ここからね、包丁入れていきます。これちょっとね、船がやけね、ちょっと硬いんですけど、船に沿って包丁入れます。ね、船まで先までね、入れてしまったら、こうね、皮がむけるんで、ね、指を入れてやったらね、綺麗に線が入ります。したらここでね、船の部分を剥がしていきます。こういう感じね。そしたらこう、これね、船って言います。甲羅の部分ね、これを外します。んだら、もうあと、このね、足の部分持って、このね、青いところ、これが墨袋なんで、これね、潰すとちょっと大変なことになります。ね、こう繋がっとるところを、もうね、軽く包丁とかで切って、やると、あとはね、引っこ抜くともう抜けます。こんな感じね。これがもう墨出ずに、ゲソの部分取れました。あとは、このね、これ多分魚で言うエラの部分です。ここはね、もう普通にこう、裂けるんで、両方、右左、取ります。はい。あとは、この、ね、ヒレの部分、ここも皮に沿ってね、指を入れてやったら、ちょっとね、硬いんやけど、綺麗にこうね、こう剥けます。でそのまんま指入れたまんま、もう一枚もんでね、上手に取れます。こんな感じ。はい、ではこれが身ね。手が透けて見える。これはね、このヒレの部分は耳ですね。うん、耳ですね。これまた皮がついてるんで、この皮を剥いでやると、これもね、コリコリして刺身にできます。美味しいです。ちょっとね、ここはちょっと硬いんで、ちょっとね、動画飛ばします。はい、これ耳の部分ね、これ皮むきました。次ね、
さっきのゲソの部分ね。これもう、炭が先に出らないように、これね、ここからも切ります。ね。で、これを捨てる。で、この目のとこね。これも、真ん中の包丁入れたら、取れます。水が飛んだね。こんな風にね。もう潰れて出ちゃう。これ、目のね、水晶体。こんなやつね。で、このね、トンビの部分ね。これ口ね。ここは、ぐーっと指を入れたら、引っ張ったら抜けます。こんな感じ。これもね、煮付けとかにしたら美味しいです。うん、こんな感じ。ゲソはこんな感じです。ひっつきますね。うん、まだね、全然元気。はい、それじゃあね、この耳の部分だけ、今日は刺身にして食べたいと思います。これね、どっちでもいいです。こう入れてもいいし、縦にね、こう入れてもいいんですけど、幅がね、あんまりないんで、とりあえず切りやすいように、まず、3等分。3等分にして、これもね、縦に切ってもいいし、横に切ってもいいんですけど、これだけでね、歯ごたえが全然変わります。ね、ちょっとでもね、長めに食べたいんで、今日はね、そのまま、繊維に沿って、横向きにね、切っていきます。こんな感じ。ちょっと味見しましょう。こんな感じで。うん、コリコリ、美味しい。こんな感じね。これも、そのまま。美味しいな。美味しいよ。今釣ってきたばっかりやけ。食うなって。ね。こんな感じ。うるせえな。泣かない。食うなって。はい、こんな感じです。はい。ならね、今日のおつまみ、イカの耳の刺身。ダメ。入ってきたらダメ。ね、これで完成です。ね。さっきね、ご視聴ありがとうございました言ったけど。これがね、本当のご視聴ありがとうございました。じゃねん。